関美さんは日本の俳優である。キャリアをアメリカ合衆国で始めた人物である。1884年2月23日、渡辺前作として日本に生まれる。満17歳を迎える1901年にアメリカ合衆国に渡り、1906年から同地で舞台に出演し始める。1915年、同地の映画に出演し始める。 ローリン・スター・ジョン監督の神々の呼吸、ノーマンドーン監督の5日間の生命等は日本でも公開された。1923年に日本に帰国、関と同様にハリウッド帰りのヘンリー・オタリが主催するヘンリー・オタリ映画でオタニが監督、栗原トーマスが主演した短編映画、絶切れスズメ、栗原が監督、オタニも栗原も出演した短編映画、 俗アマチュアクラブ等に出演する。同年、帝国記念マインゲースガも撮影所で、伊藤大輔が脚色し、帰り山のりまさが監督した、父よどこへ、に、出演、同作は、同年8月31日に公開されたが、翌日の同年9月1日、関東大震災が起き、東京での映画制作が停止する。翌1924年、京都に移住し、 巻野プロダクション当時院撮影所に入社する。絹笠定之助監督の恋に出演、柴聖果監督の懐かしき母からは主演俳優として以降同社の現代劇に出演した。同年、東亜キネマ公用撮影所に遺跡、山本果郎監督の段運に主演した。前年末に帝国キネマ演芸に遺跡、1925年初頭に公開された。 柴ばせ監督の幸福に出演する。当時の同社は内紛のただ中で同年スピンアウトして設立された東方映画製作所の第一作伊藤大輔監督の煙に出演している。東方映画製作所で他2作に出演した後に京都に戻り坂東つまさぶろうプロダクション設立第一回作品として制作された二川文太郎監督のおろちに バンドウツの師匠役で出演する。以降、小ムロ撮影所に申請した、牧野プロダクション作品に出演するが、翌1926年、六年、ガサテイノスケが、木ヌ映画連盟を立ち上げるやその戦線に身を投じ、京津田一ページ以降、1928年の、十字路まで30作に出演する。その後は、小竹下,下鴨撮影所に移籍した。 万59歳を迎えた1943年12月8日に公開された田坂智隆監督の海軍に出演して以降の消息は不明である。アメリカ合衆国の映画に関してはインターネットムービーデータベース、中のないものは日本映画データベースを参照。ありがとうございます。